よし、いやー、イェイイェイイェイ。できた、できた。イェイイェイイェイの。食べよう。はい。よしよし。はい、ではでは。いただきまーす。ハンバーガー、作っちゃいました。うん。ハンバーガー作った。食べよう。うん。あと何が入ってんのそれ。あれはね、カマンベールチーズとね、生ハム。ほうほうほう。いいね。にしてみた。しょうちゃんは？俺、コロッケ。ね。とチーズソースめっちゃ。そうそうそう。なかなかないよね。なかなかないね。食べよう。うん。やばいね。うん。いただきます。うん。いけるかな。うん。あ、うまっ。美味しい。あ、美味しい。よく口開くね。うん。潰してる？うん、潰した。そうだよね。ちょっと潰すと食べやすいよね。こっちもちょっと食べてみる？うん。え、食べてみる。いる？うん。え、ちょっとさ、どっちが美味しいかちょっとさ、判定しない？うん。せーので指さそう。うん、いいよ。せーの。だよね？うん。これうまいよね。うん。うん。なんかこっち、なんかお上品な感じになっちゃう。お上品。変える？うん、変えない。いいよいいよ、食べて。いや、俺こっちがいい。え、でもこっちの方が美味しいんでしょ？うん。そっちはでもジャンキーな感じね。うん。うん。こっちは。うん。お上品な。なんだろ、上品なの。ハンバーグ。うん。ちょっとあるから食べてよ。うん、そうだ。うん。和風か。いや、美味しいね。うん。やばいね。すんげえ落ちる、パンが。あ、ね。まあ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 。気をつけて気をつけて。うん。うん。いや、このソースマジで正解だよね、買って。チーズソースね。うん。アマゾンでさ、5パックくれた。あ、そう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 。もっとかけようか。もっとかけよう。もっとかけようか。これなんだけど、家で業務用の買っちゃいました。いいよね、アマゾンとか。何でも買えるじゃん。何でも買えるね。しかも高くない。高くないもんね。ああ。これもしかしたら、家バレするこれ。え、見えてる？うん。大丈夫よ。店舗名と住所書いてある。書いてる？うん。いや、もし、すんごいこれ分かったら、ちょっとコメント欄には書かないで、絶対。あの、インスタとかの DM で、ここですか？って聞いたら、まあ、丸か八かは答えないけど。あれ、モザイク入れときないもん。めんどくさい。めんどくさい。大丈夫でしょ？大丈夫よね。そんな、だってみんないい子じゃん。あ、そうしよう。うん。最初から気をつけろよ、と話して。本当に入れないよ。大丈夫？え、まあ見てみよう。うちらで判断しよう。うん。そしたら家まで会いに来てくれるかな。やばい。崩れてきた。そうなるよね。うん。これどう食べるのが正解なの？ハンバーガーって。手汚れるよね。うん。絶対汚れるよね。うん。好きに食べたらいいね。ナイフとか使うの？人いる。いるんだ。うん。まあでもある意味正解かもね。うん。手汚れないし。うん。なんかバラして食う人もいるしね。バラす人いんの？うん。パンとバラして。で、それをナイフとフォークで。切って。もう一つの料理だ。うん。で、また組み立てて食べてる。ああ。器用だなと思う。うん、ダメ、俺。うん。わかる。うん。まあいいんじゃないの？うん。こうなってしまったらね、ナイフとフォークの方がいいのかなと思う。もう、今年に入ってさ、11日も経って、早くない？うんうん。1月の3分の1が終わったんだけど。うん。早いね。うん。日々。確かに。1日1日が、すぐに過ぎ去っていく。うんね。うん。もうすぐ春高バレーとかなんのよ。あ、もうそういう時期？ 3 月とかは、あっという間よ。ね。持ち前の誕生日もある。あ、そうだ。もうすぐ2歳だもんね。ね。まだ2歳だよ。うん。まだ2歳よ。まだ2歳。
なんかさ、苦手なさ、ポジティブワードとかあるじゃない。そんなん？ない？え、考えたことない。苦手なポジティブワード？うんうん。え？なんか別に、うん。そのポジティブな人をけなしてはないよ。うんうんうん。でもまあ、そんなことねえだろ、みたいな。うん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 。うん。っていうのは、あるじゃない？うんうん。例えば？努力は必ず報われるとか。ああ。いや、わかるよ。だし、あの、動かないよりかは動く人が絶対叶うものではあると思うけど。でも、なんだってさ、定員はあるわけじゃない。まあ。限られるし、うんうん、めちゃくちゃ頑張ってる人が報われるとも限らないし。まあ、そうね。で、ちょっと、そうじゃないな、とは思うね。うんうんうん。ある？そういう系よ。そういう系あるの？あんた。なんだろう。考えたらあるかもしれないけど、今までそんな考えたことないから、うん、なんか、ちょっといろいろ言ってみてよ。この言葉。あ、逆に翔ちゃんが嫌な、嫌だって苦手な。嫌という。嫌じゃなくて苦手？うん。そんなことないな、みたいな。うん。例えば、失敗は成功のもと。あー、そうね。わからなくはないんだけどね。うんうんうん。失敗しないとわからないこともあるもんね。もちろんもちろん。うんうんうん。まあでも失敗、しない方がいいことも多いよね。まあしないでいいんだったらしない。しないでいいよね。そうだよね。でもしないとわからないことがあるってことでしょ？うんうん。ポジティブなのはすごくいいじゃん。いうことじゃん。うん。でもさ、それを押し売りするのが良くないんじゃないですかね。ああ。ポジティブの押し売り。成功者のセミナーみたいな、ね、そう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 。やればできるから。うんうん。みんなやらないだけ。うんうんうん。やったらできるわ。みたいな。まあわかる。やらないよりかやんなきゃ何も進まないけどさ。うんうんうん。成功者はそういうの語るよね。うんうんうん。自分が成功してからね。で、みんなメモ取るのか。うんうんうん。でも真似できないのよね、大体。そういう人たちの。ちょっとイカれてるからね。やっぱ、成功してるって、やっぱ。やっぱ、普通の人とさ、うん、違うよね。ちょっと、やっぱ違うよ、うんうん、あの考え方とかね。そもそもが。うん。うん。だから成功してる。そうそう。人がやらないことやってるから。うん。参考にならない。なんか、うん、じゃあ最初に500万の借金を借りて。ちょい。うんうんうん。結構しんどいよ、その最初。最初しんどいです、それ。うんうん。踏み込めません、そんなん。裸で飛び込めばいいんだよ、ね。そう。いや、無理。できません、ね。考えます。できない、そんなん、みたいな。あら。どうにかなるから。そう。どうにかなれたから、なった人たちなんだよ。どうにかなれちゃったのよ、その人たちは。そうそう。普通は。どうにかなったし、うん、その人、だから、どうにかできたのよ。確かにね。ほうほう。確かにな。そうよね。うん。誰しもに当てはまるとは限らないからね。確かに。うん。美味しかった。美味しい。え、お腹空いてる？まだ食べれるな。何食べたいの？あるっけ？ないよ、もう何も。どうする？何食べたい？ちょっと考える。ちょっと考えるって。今考えとけよ。ゆっくり食べる。いや、出た！もう、信用できないナンバーワン言葉。ゆっくり食べる。いつもゆっくり食べるとか言って、うん、全部残すの。気持ち悪い、マジで。なんか、家とかで、じゃあ、夕飯とか食べ終わってさ、あ、お腹いっぱいな、もう、どうする？片付けるよ。片付けようか。って言ったら、ゆっくり食べるとか言われたから、うん、全部取っといてんの、いつも。でも全部手つけない。寝る前にさ、全部ラップして冷蔵庫しまうよね。片付けるって言ってんのになんか、何ゆっくり食べる？いや、でもね、だいたい、うちらお酒飲みながらご飯食べるじゃん。うん、で、もう結構すぐお腹いっぱいになるのよ。で、残ってるじゃん。それを全部一回片付けられるとさ、まだ飲んでるし、ちょっとつまみたい時につまめなくなるから、じゃあゆっくり食べるから置いといてっていう意味でゆっくり食べるって言って。俺は、夕ご飯は全部食べ終わって片付けた状態でさ、じゃあお先新しいの出そうとかしたい。あー。で、そこでなんかお腹空いてきたら、じゃあ、うんさっきの残り物出そうか。で、いい話じゃん。ああ、なるほどね。めっちゃいいよくね、俺。どうそうして片付けようっていう意思がある時に片付けさせてくれよ。ああ、うん。確かにね。
一理あるわ。うん。こっちも行きたいな。お願いします。麺テクセンチケットやんだ。子供じゃないんだから。はい、どうもどうも。はいはいはい。アラサーです。いやー、そっか。でもなんかね、言っちゃ、ゆっくり食べるって。うん。食べた前例がないよ。ゆっくり。確かに。だいたい残してる。で、後になって、寝る前に片付けた後に、あ、お腹すいたな。あーラーメン食べる。そうね。一番良くないよね。ゆっくり食べるっていうから、刺身とかも置いてても、カピカピよ、もう。ああ、うんうんうん。で、結局カピカピのまま冷蔵庫入れるのよ。うんうんうん。もったいな。だったら鮮度がいい時にちょこっと入れといた方がまだ良かったと思うよ。刺身も、うん。確かに。うん。でもなんかさ、毎回言ってくれるじゃん。うん。言ってくれるけど。食べていい?あ、食べていいよ。うん、いい、置いといてって言うの、俺ね。うん。洗うんだから、洗わなきゃいけないんだから、こっちは。うんうんうん。え、なんかいいよ。俺が洗うから。え、だから、綺麗な状態にしときたいのよ、こっちは。すぐに?そう。うん。そしたら、もう、ちょっと、どうぞどうぞ。うん。じゃあ、もう、禁止ね、ゆっくり食べるの。やだ。やだ、俺もやだ。じゃあ、一回夜ご飯とか全部食べ終わったら全部片すからね。いやね。でも、その後また出してくれるの。自分で出してよ。なんでよ。なんで?なんで自分で出してよ。なんで?なんで?何が?何が?なんでよ、出して自分で。出せるでしょ、こうやって開けれるわよ、オッケー。え、だいたい翔ちゃんがこっちに座ってんじゃん。うんうんうん。だから、邪魔ってこと?じゃあ近い人が取ればいいじゃん。近い人が出せばいいじゃん。俺こっち側だから、いつも。まあ、だいたい持ち丸抱っこしてるから。ああ、うん。まあでも食べないだろうな、言って。あ、うん、食べないでしょ。そうね。うんうん。分かってるでしょ。うん。え、何食べたいの次。今日の夜ご飯は中華にしようと思ってんな。うん。麻婆茄子が食べたいなと思ってて、うん、麻婆茄子。うん。あとニラが残ってるからニラ使って。え、今。でしょ?取っとけば、なんか。あの、お腹をよ。別に。ああ、食べたいの。そう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 。お腹を取っとけばいいんじゃないの?うん。でもなんか今、んカップラーメンとかいけんな。ええー。でも、もう食べちゃったら、夜、いらないってなりそう。ならねえだろ。どういうこと?夜の。もう相当遅い時間でいいってなりそう。え、そんなじゃないじゃん、今まだ。え、もう結構いい時間じゃん。でも今食べたらもう夜8時くらいになっちゃう。え、どんだけ食べんの?だってカップラーメン1個とかでしょ?うん。なんでそんなにお腹いっぱいになるわけ?で、今ハンバーガーで結構、もう。何分目 ?7 分目で。8分目くらい。じゃあいいじゃん。8でしょ?うん。で、その後ちょっとポテトつまんじゃったから、今日も。8分目くらいなんです。待って、どういうこと?あ、まあ、トータル8分目ってことね。トータル。そうそうそう。うん。そうよ。かわいいだろ。何がかわいいんだよ。もうやめて。もうやめて。笑わないで。何も面白くないから。おっさんのかわいいだろ。面白くないから。いいよ。いや、そういう人好きよ。うん。うん。かわいいだろう。うん。まあまあ、好き。結局好き。うん。かわいいだろうの修理してるから。え、なんかコーヒー飲みたいね。コーヒー飲んだやんけ。え、もういらんコーヒーも。え、あれよ。何全然、外で飲んでもいいよ。何だって休みだよ。何休日の午後。外でコーヒー飲むとかおしゃれになっちゃってんの。どうしたの?ちょっと優雅な気持ちになるじゃん。優越感じゃん。何に対しての優越感?平日の午後に、あ、みんながまだせかせか働いてる時に、ゆったり、なんかカフェとか行っちゃってさ、うん、コーヒーなんか飲んじゃってさ、うん、ふぅとかすんの。まあ普段ね、うん、夜遅くまでやってるしね。そうよ。もう、東京の夜景は俺らのおかげでもあるよ。うん。ちょっと言ってる意味が。待って、わかる人はわかんねえよな、これ。東京の夜景は、うん、もうビルとかがさ、光ってたりするじゃん。あれは残業してる人たちで、働いてるからね。成り立ってるわけで、ね、みんながちゃんとね、うん、あの仕事終わって、うん、帰宅してたらもう夜景はもう真っ暗よって話。そうそうね。綺麗に見えるのは働いてる人のおかげなんだからね。ああ、確かに確かに。うん、貢献してんのね、うちの。してるしてるしてる。十分してる。うん。あんな綺麗なのは、まだ働いてる人たちのおかげよ。うんうんうん。
日本とかあれだもんね、航空写真とかで見ると全体がくっきり光って見えるんだもんね。そう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 。働きすぎじゃない？なんか上から見る、うん、衛星写真。あ、そう、衛星写真で、あの東京とかがすごいめちゃくちゃ光ってたりするから、うん、夜でも働いてる人たちのおかげです、うんうん、まあ家の光とかもあるだろう。まあ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 、そうね。え、どこで何食べん、どこで何飲む、あそこのカフェとか行ってみる。そうそう、だって、あ、でもいいかも。うん、ケーキとか食べちゃってる。ケーキいいやん。ケーキいいね。ケーキいいやん。ちょっと待って、いろいろ、ちょっと待って。何？やんなきゃいけないんだよな。いいよ、もう。よくないよ。あとで。真面目か、お前は。計算、逆算していかなきゃいけないんだから。うん。いいじゃん。夜中まで起きとくよ。3時くらいまで起きとくよ。やだよ、めんどくさい。まあ、10秒まで時間あるよ。ねえ、もう、じゃん。ん？何言って、何おしゃべりしてんの？何だろう。あ、翔ちゃん、あれ、思った。何？今動画で使うかどうか別で。使えるやつ言ってよ。癖。翔ちゃんの癖。はい。なんか、舐めるよね。あ、舐める。え、いや、人と会ってる時はやんないよ。うん。でも今、あれで、動画でやってる。嘘。マジで。なんかもう見られてる感覚ないんだもん、俺の中で。なんか。いや、確かにね。うん、確かに。嘘、ちょっと、切る。うんうん。でも喋ってるところだったから、ちょっとあれかもしれない。嘘。コメント欄でさ、あーやってますねって、もしあったらさ、ちょっと気をつけた方がいいよ。確かに。見られてるってことだから。癖。癖ってさ、ほんと気づかないじゃん、自分で。気づいてる癖と、うん、全く気づいてない癖あるじゃん。そうね。確かに、ね。うん。だからなんか、言って、俺の癖。悪いとこないと思うけどな。ほんと？うん。俺動画見ててさ、自分でさ、これ悪い癖だなって思うのがあんの。うん、うん。なんかご飯とか食べてる時にね、俺なんか、持って、話して、持って話してってすんげえやってる時があって、はいはいはい、あ、自分で、あ、良くないと思った。でも、難しいよね。喋りたいし、うんうんうん、食べたいし、うんうんうん。まあ、タイミング見計れてんの。そう。行儀いいのはもちろん、もう、マナー講師とかだったら、はい、おいで。ああってなるけど、喋るときはお箸を食うみたいな。うん。でもここマナー教室じゃないのでいいです。別に。